ということでね、今日も白猫、ね、ちょっと喋っていこうかなと、思います。いやー、どうですか最近。どうですか最近、皆さんの、ね、調子はどうですか。僕の方はね、あの、ランクをね、結構、頭おかしくなるぐらいやってしまいまして、やっと今272に、なったところで、ございます。ね。まあまあ、普通に300まで。まあ楽勝だなっていう感じは、してますけどね。まあ、ランクが高ければ高いほど、イコール暇人ってことですから、そういうことですよ。だから僕のことはね、ほんと暇人だと思ってくれて、もう一向に構わないんで。300なんてもうニートみたいなもんですからね、はっきり言って。マジで。もう300の人は全員ニートだと思ってください。基本的に皆さんね。もう本当に。ということでね。まあ、俺はそんな300を今、これから目指してね、頑張るところでございましたけど、ぺっ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 。ということでね。まあ、フォロワーさんに話しかけていきましょうかね。うん。ちょっとすいません。今、言ってもまあ、お酒ちょっと引っ掛けてるんで、ちょっとまあ、おかしいのは、ちょっと勘弁してください。本当にね。まあ普段からおかしいんですけど、ちょっと、今はちょっとおかしい。ノロさん、登場キャラすべてバリアントの別枠ガチャとか来ないかなって。まあ無理でしょうね。それは無理やろ。それ虫多すぎやろ、さすがに。そんなの、ダメでしょう。まあ来たら嬉しいんだけど、まあ、そのうちバリアント当たるから、今頑張んなくても。絶対そのうち嫌でも当たるからね。ナスキさん、パルメ諦めましたが何かと。いや、何もございません。諦めましょう普通に。ね。なつきさん、ニートなんすか？ランク300ですけど、ニートなんすかね多分。でしょうね。まあ、俺も今からニート目指してるんでね、正直。まさん。ランク300目指して頑張ります。あ、同じですね。よろしくお願いします。同じくね、ニートを目指して、頑張ってる。僕ですかね、一緒にニートになりましょう。ね。白猫ニートですわ、ほんと。職業白猫みたいなもんですからね。さや、し。さや、クリエシの時、締まり捨てして、その後放置して、だから、進めるのクソ辛いと。ね、頑張ってください。ズボンは、なにこれ。胸突き派ですと。胸突き派。ちょっと読めないですね。このゲーム好きだよと。おー、いいですね。俺と気が合うかもしれないですね。頑張りましょう、白猫ね。ね、ちょっと漢字読めなかった、すいませんね、ほんと。ガンホンガンスさん。コカさん、ランクすげえと。すごいでしょ？ちょっとやばいから、ここ最近。俺ともう、5日間で多分ランク100ぐらい上げてますからね、多分。うん。言うても。マジで。サク、69さん。ちょめちょめしたいと。しましょう！ちょめちょめ。ね。いくらでもしましょう。ほんとに。まるちゃん。なんで左右で長さ違うんですかあ、これですか髪の毛のこと聞いてんのかなわかんないけど。左右同じだよ。まあ、違うのはね、これ、床屋で切ってないから、俺。自分で結構切っちゃってるから、適当にね。だからま、長さちょっと変わってんのかもしんないんですけど。まあ。そこも愛嬌、ご愛嬌ですよ、そんなの。ね。いいじゃないですかその、ちょっと、アシンメトリーっぽくなっちゃっても。ね。そこはもうあんまりね、細かいところは突っ込まれても困るんで、あれですけど、ゆうちゃんなのよさ、小賀心、ランクめっちゃ上がってるやんけ。マクロやっとんな。いや、すいません、マクロってなんすかいや、マクロってなんすかマグロあ、マクロやんな。え、マクロって。ちょっとごめん、よくわかんないですよ、マクロって。で、なんかあるんですかね、その。マクロコンピューターのことやってません。全部手作業でーす。ヒアレスパルメ4突さん。パルメ来た、撤退と。1億ダウンロード全力で。あ、読んだな、これ。流れに乗るんです。走りたい、叫びたい。リリさん。あ、次、安住300になったやん。暇人やな暇人。すいませんね、ちょっとね。
すげえな、なんかみんなランクすげえ上がるの早くない？みんなもやっぱり。早いな、みんなランク上がるのな。どんどん先行ってしまうと。いや、さか、もう俺ってからもう、俺の背中ももう見えないでしょ、正直。うん。でもさきさんもだいぶ早いけどな。俺もうめっちゃやるって決めたらもうやるからな、ほんと。うん。ということでね、今日はこんなとこですかね。まあまあまあ、もう言うてもね、もう結構ランク上げやりすぎて寝不足なんで、もうすごいんですよ。もうこの辺のクマが多分。もうクマすごいでしょ、今。この辺。すごくないですか、クマ結構。だからね、もうちょっと眠いんですよ。寝ますよ、もう。ちょっと早いんですけどね。ということでね、まあ、今日はもう寝たいと思います。ちょっと早いんですけども。まあまあ、明日から月曜日だから、多分ね、コロプラさんの社員の人も、まあ、活動し始めるでしょうから、仕事をし始めると思うんで、まあ明日から更新は多分していくので、まあそれを楽しみにね、頑張っていこうかなと。思います。ということで。バーイ！